みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。さあ、今日の新神ご登場です。お父ちゃんはまた今日から仕事です。そして今日はここまで来る間に、なんとなんと、おはようございます、朝の散歩です。ホットくんの目の前に鳥がいます。ホットくんはビビっております。食べんとやろか。行くよ。何やんと、怖いと。何とりゅう、行くよ。しかしこれなんで飛ばんとやろ。飛ばへんとかな。子供か。怪我してそうも見えんけどな。どうした。ねえ、すごいね、なんか土佐看護ちょっとあんね。なんだろう、かわいそうやったね、なんかフラッとせんやと。ほっといで。あららら、飛べんとか。羽かな。おいで、ほっと。怪我しちゃったね。そうそう、怪我してそうには見えんけどな。あららやな。行ってきた、ほった。よし、引き返すぞ。さっきのあの鳥どうしたんやろね。いなくなってる。飛んでいったならね、それはそれでよかばって。あ、草むらにおる。歩くスピード悪くないもんね。伸びれよ。
ごめん、ほっと帰ろう。おはようございます。今日は立派な秋晴れ。昨日の鳥が心配で、ホットくんと今から、あら、ホットシコか、あの鳥をちょっと探しに行ってきます。あー、昨日の鳥がいたぞ。ホット飛べないのかな、やっぱり。あんまりびっくりさせんとよ、ホット。離れて。どうしたとかな。歩いてる様子は、足が悪いわけじゃなさそうですね。大丈夫かい？痩せてるかな。困ったな。気をつけてね。なんとか、多分ここかな。一日過ごしたみたいです。まだ元気に生きてました。よかったよかった。この後にルーマニアから観光に来てた日本語が上手な女性の方とホットくん出会いました。怖くない？大丈夫？大丈夫です。海も全然冷たくなくて、二人でいっぱい楽しそうに泳いでました。遊んでくれたサンドラさん、ありがとう。で、やっぱりこの海が最高に綺麗だと感激してました。で、今回の旅の目的はこの上五島の海で泳ぐことだったそうです。ホット君と泳げて本当良かったと感激してくれました。ホットも良かったね。さあ、最後は上五島の思い出作り、ホット君と全力の犬かき競争。二人とも本気です。犬かきだ。秋晴れの中泳いで大満足のホット君でした。いい天気やったね。サンドラさんも気をつけて帰ってね。また遊ぼうね。ホットチャンネルでした。